クリス・ブロデリックはアメリカ合衆国のギタリスト。アメリカのパワーメタルバンド、ジャグ・パンツァーやスラッシュメタルバンド、ベガデスに所属し、2014年からはアクト・オブ・デファイアンスにて活動中である。また、2019年よりイン・フレームスのライブサポートとして参加し、その後正式加入したコロラド州デンバー出身。11歳の頃からギターを始め、 ついたちに14時間練習していた時期もあったと、いい、ギターだけでなく、バイオリン、ピアノなども、猛練習を重ねた。その会もあり、地元では有名なギタリストとして知られるようになる。また、デンバー大学で、クラシックギターの学位も取得しており、またパコデルシアに影響されフラメンコギターも、習得している。1997年に、アメリカのヘビーメタルバンド、 ジャグパンツァーに加入。当時のギターリストだった上位タホラが脱退してを受けての加入だったが、上位が技巧派ギタリストだったため、バンドとしてはギタリスト探しが難航。最終的にそのテクニックと音楽理論に裏付けされたクリスが加入することになった。ジャグパンツァーでは4つのアルバムに参加しており、2008年までの11年間在籍した。 2008年にメガデスに加入。2007年に前ギターリストのグレンドローバーの脱退を受け、メガデスのドラムでグレンの兄であるショーンドローバーがクリスの加入を希望し、デイブ・ムステインにクリスが演奏するエレキギターとクラシックギターの映像を見せたところ、即座にクリス加入が決まり、メガデスのマネージメントがクリスにコンタクトをし、その2週間後に正式加入が発表された。 デーブ・ムステインによれば、クリスを見つけたときは、まるで、オジー・オズ・ボーンが、ランディ・ローズを見つけたと同じくらいの衝撃だったらしく、歴代のメガデスのギターリストで最も素晴らしい、ギターリストと称賛している。メガデスのギタリストとしてのデビューは2008年2月4日の、フィンランドのヘルシンキでのライブで、その後2009年のアルバム、エンドゲームから音源に参加している。 2014年11月に自身の公式ウェブページにて音楽性の違いなどの理由からメガデスを脱退することが発表された。メガデスを脱退した後に同時期にメガデスを脱退したドラムのショーン・ドローバーと共にアクト・オブ・デファイアンスを結成。元スカーザ・マーティアのボーカルであるヘンリー・デレク、元シャドウズ・ホールのギターであるマットバックハンドをベースに迎えた。 また2001年から2003年及び2006年から2007年にアメリカのヘビメタルバンドネバーモアのサポートギターリストとして参加しており2007年のスラッシュドミネーションにネバーモアが参加した際にも来日している2019年よりニクラス・エンゲリンの代わりにイン・フレームスのライブサポートとして参加しその後正式加入の発表なかったものの正式メンバーとして クレジットされるようになった。2011年まで日本のギターメーカーアイバニーズとエンドース契約をしており、2011年からはジャクソンと契約している。現在発売されているクリス・ブローデリックシグネチャーソロイストは、ソロイストの名を関してはいるが、彼自身がデザインを手掛けた独自のボディ形状となっており、6弦と7弦がラインナップされている。 普段は7弦ギターをメインに使用しているが、メガデスでは過去の楽曲ではそれほど7弦が必要とされていない。ことからあえて6弦ギターをメインに使用していた。アンプはイングルとエンドース契約していたにもかかわらず、メガデス加入の際にデーブ・ムステインがマーシャルの音質を好んでいたためイングルの使用を認めず、メガデスではマーシャルを使用していた。 またヘビメタル系のギタリストとしては非常に珍しく親指にピックをはめるサムピックを使用している。これは彼が得意とする両種子をフルに使用するエイトフィンガータッピングを演奏する際通常のピッキングから即座にタッピングに移行するあるいはその逆の場合ピックを持ち替える必要が省けるためである。しかしサムピックを使用する場合普通のピックと比べて使い 勝手にかけるため一般的なフラットピックにサムピックの指にはめる部分を接着して使用していた。現在はギターパーツのメーカーと共同で開発したフラットピックに挟むだけでサムピックに簡単に変えられるピッククリップを使用している。もちろん通常のサムピックと同様に曲によってはサムピックとその他の指を合わせたフィンガーピッキングを使用する場合もある。 ありがとうございます。